準決勝第1試合選手の入場です。ワンピーガは九州沖縄エリアジョイファクトリー代表観光メイン、スーフィーガは海外エリア代表ファイワークス、さあそれでは両チームにコメントいただきたいと思います。お願いします。せっかくなのでこのまま優勝したいと思います。壇上まで来たんで頑張りたいと思います。そうですね、今日チームの2人が強くて自分はまだ1勝しかしてないのでこのまま楽して優勝したいと思います。아열심히하겠습니다감사합니다頑張ります。아우승컵을안고꼭한국으로돌아가겠습니다감사합니다반드시유쇼시대한국에가립니다지금7승을하고있는데한국에무패로돌아가고싶습니다今まで試合全部勝ったんですけど、全部勝って、まあ、韓国に帰りますって。あ、はい、では両チーム握手をして席に着いてください。それでは準決勝一つ目の組み合わせ、レディーファイト。さあ先ほど大波乱と言いましたが、まあ、それぞれのチームがね、優勝候補と言われているチームを倒してきてます。さあハメコさん、各チームどんなチームを倒してきてるんでしょうか。はい、そうですね、まずワンピーガー観光メインチーム、このチームはですね、まあ、優勝候補筆頭と目されていた敏感クラブを倒したレボリューションを倒してきてますね。はい、そしてツーピーガーファイワークチーム、これは、まあ男女モニターを見てた方だったら分かってると思うんですけども、まあ、まず優勝候補の、逆境チーム、そして関西チーム、これを倒してここまで上がってきているという活躍を見せてますね。わあ、倒してきたメンバーはどれも国内では有数のプレイヤーばかり。さあそしてこの準決勝の舞台に駒を進めてきたこのチームのプレイヤーたちはどれも本物なのでしょう。さあどのような結末が待ち受けているのでしょうか。カウンターヒット、バウンド、この後どうなる。画角1本目はレイヴェン、ラウンド1開幕。勢いが止まらないか。右が通る。置き攻め、置き蹴りが流れを変えるか。さあダメージが欲しい。足元有利、横潰して置き蹴りがヒット。よくしゃがんだ。決められるか、届かのもどうなる。ローキック、前方戦リーチをかけたのはレイメン。さばいてコンコスライディング、下掛け。さあ再び置き蹴りか、流れを変えるのか。体力をわずかにリードしているのは再び側面か。しっかりコンボを決めてこのまま行きたい。どうなる。一本取り返して一二。
投げジャイアントスイング、コマンドとかぶってしまったか。攻撃から立ち上がりの LKLK 下掛け、しっかり減らして中間距離、お見合い状態を破るのはカトリガー。おっと、あー、前方戦はレイル。大日本風力発電所チーム、中堅として登場したのはネスちゃん。中堅がネスのレベル陣、対する 2P 側が先方のレイメン。再び選ばれたのは無限聖司。足元から失礼して、さあこれは長期戦を匂わせるか。しかしレイメン地獄の攻めを見せるが、攻撃カウンターヒット。さあ三島大国、韓国ですからね、三島の対策はしっかりできているんじゃないでしょうか。さあそこをどのように打ち破っていくのか。ネス細かい削り合いが続いておりますが、側面投げが通る、側面投げ1本目を選手したのはレイメン。ラウンドは2、足元有利、相打ち、プレッシャー、プレッシャー先行で押し返す、確定、ガード届かない、どうなる、レイメンリーチ。さあ大日本風力発電所チーム、韓国の勢いに押されきってしまうのか。ネスちゃん気合を見せろ、追いつく、取り返す。 1-2 の4ラウンド目、置き蹴り、前に出るか、有利から力強い風神拳、様子を見る、確定、右が通る、このままいくか、中段熱ちゃんが押し返す、ダイマクリンネが相打ち、深かくタイヤの間が流れる、噛み合ってしまうが、深かく、ここでついに風神拳、有利から足元、これはガードしている、しっかり熱波ガードしっかりした、 Devil G